韓国の新型コロナウイルス新規感染者は22日午前0時基準で35万3980人と、前日より約14万人増えた。通常、週末の総検査件数が減少する、いわゆる週末効果が火曜日まで現れることを考慮すると、今日の急増は異例的だ。今日の急増の最も大きな理由は、検査数の増加とみられる。今日の選別診療所の検査件数は約54万7千件で、16日から1週間実施された検査で最も多かった。前日は30万7049件にとどまった。選別検査の数字は病院委員で実施される専門家用の迅速抗原検査の検査数が除外された数値だ。町の病院委員が月曜日に再び診療を始めたことで感染者数もともに増加した可能性も高い。このほか、電波力が従来のオミクロン株より 30% 強いステルスオミクロン株の影響もあるかもしれない。前日チョンウンギョン疾病管理庁長は20万人台に減少した新規感染者について、保健所で実施する自己迅速抗原検査の検査陽性率が高い時で 15% 程度だったが、今は 10% に下がった。肯定的に見てモニタリングしていると述べた。しかし、今日実施される検査件数が前日よりさらに増加するということを考慮すると、23日の感染者は40万人をはるかに超える見通しだ。中央防疫対策本部によると、今日午前0時基準の新型コロナウイルス新規感染者は35万3980人と集計された。国内発生の感染者は35万3934人、海外流入の感染者は46人で、累積感染者は993万6540人だ。入院中の重症者は1104人だ。死亡者は384人で17日に次過去2番目に多い数値だ。累積死亡者は13141人だ。全国の重症者専門病床の稼働率は 67.8% を記録した。首都圏の重症者専門病床の稼働率は 65.4% と集計された。在宅治療者は182万1962人。このうち集中管理群は30万6955人だ。